はい、それではこれから2023年度第一次筆記試験の合格体験談をお話しさせていただきたいと思います。まず最初に私のこの試験の受験動機ですが、仕事柄外国人の方と読み書きですね、メールベースのコミュニケーションはする機会は多かったんですけれども、で、まあ、仕事がベースであればそこのコミュニケーションは、まあ、基本文章をもとにすればほとんど問題なくやってました。でたまに対面でですね、外国人の方と会話するときにも仕事がベースであればそこのバックグラウンドの認識が一致してますので、まあ、大体意思疎通はできるんですけれども、ひとたび仕事の会話から外れた日常会話になりますとどうも会話が続かなくなってしまうと。で大体外国人の方は日本人に聞きたいことというのは日本の観光地ですとか、あとは食べ物ですね、美味しい食べ物についてよく聞かれるんですけれども、少なくともそういった話題については英語でしっかりと正しく伝えられるように自分自身がなっておく必要があるということで、常々そう思ってたんですが、2019年に、私の友人がこの試験を準備しているということを聞きまして、その時ちょうど初めて、この日本にこういう資格があるということが分かりまして、今まで思っていた自分が準備しなきゃいけないこととこの資格がかなりこうマッチするということで、そこからこの試験の準備を始めました。今までのこれまでの受験の経歴ですけれども、2019年に初めて一次筆記試験を受けました。で歴史と地理だけ不合格でした。で同じ年にですね、国内旅行業務取扱管理者試験を受けて合格し、その時点で地理は永久免除になりました。で翌2020年歴史1科目だったんですが、まあ、残念ながら不合格でした。で続いて2021年は振り出しに戻りたような形で地理以外の4科目を受験したんですが、まあ、ちょっと明らかに準備不足で全て不合格と。そこからですね、去年ですね、2022年度地理以外の4科目を受験して、また歴史は不合格でしたが他は全部合格しました。で今年が1科目の歴史合格して、まあ5年目にして初めて一次試験突破で、これから二次試験を受けることになりました。で各科目の勉強法ですけれども、英語については過去問を何年分もやってですね、問題自体は4つの構成になっていて、問題の1と2が長文で、ここは結構時間がかかるなと。で問題3と4は日本の文化習慣を英語でどう言うかっていう話なので、結局そこが記憶されているかどうかで答えが決まると。なので割と、配点は高いんですけれども自分にとっては難易度は低いと思いました。なので3、4はもう時間かけずに答えられるようにしようと思って、宇山先生の300選ですね、それとあとは日本辞典で、英語と日本語を、まあ、読みこなすと。で主に私は日本語の意味解釈を頭に抑えることに注力しました。なので英語は、まあ、途中1回落としてますけれども、だいたい毎年、合格できていました。続いて日本地理は、まあ、初回からも国内旅行業務取扱管理者試験に合格してしまったので、で一回も一次試験合格することなく今免除になっています。で日本歴史については初年度に、最初過去問を何年分かやって、それからマラソンセミナーを1回やりました。それと先生の傾向と対策ですね。で2019年は外の会議室を先生が用意していただいて、直接セミナーがありました。歴史は合計
3回分ぐらいあったんですけれども、それを受講させていただきました。ただまあ昔からちょっと私はその日本史が弱かったのでなかなかいい結果が出なかったんですけれども、今年の一次試験、まあ、日本史1科目だけだったので、あの山川の教科書をもう一度じっくり読み直しました。で、同じ山川出版の日本史ノートというのがありまして、これあのノートの中に空欄があって、そこを埋めるような形であの進めていくですね。で、山川の教科書とこの山川の日本史ノートをセットで一回全部流れをつかんでですね、で、まあ、基本的なことは頭の中で整理して、その上で、上山先生の傾向と対策で要点を復習しました。あの日本史の、まあ、学力が上がったのか試験の内容が優しくなったのかよく分かりませんが、まあ、今年はなんとか合格できました。それから一般常識については、基本的には、ハイライト版の刊行白書ですね、それと傾向と対策で、まあ、過去問も目を通しながら、まあ、基本ハイライト版の刊行白書と歴史と地理で勉強した知識の、まあ、総合力ということで、なんとか合格できてます。それと実務の方はこれはもう圧倒的にですね、ハイライト版の刊行庁研修テキスト、先生が用意していただいている黄色でラインマークされたところですね、そこを中心に、準備をしてきました。で、私の印象としては2019年の頃は非常に優しかったんですけれども、あのだんだん年とともにですね、この実務の試験は難易度が上がってきているかなと、ポイントをしっかり押さえておかないと、まあ、時間切れになりやすいかなというところを感じております。続いて、役に立ったものとしては、まあ、タイムリーに送られてくる先生のメルマガですね、それと、まあ、今回もですね、いろいろとここ数日間の面談、面接を受けられた方の動画を見させていただいて、今日に備えました。で、本日模擬面接特訓を受講させていただきましたけれども、まあ、いろいろと気づきがありましたので、まあ、構成が大事、それからキーワードが抜けないようにすると、それから思ったより自分の話は時間かかっていると、あと一つは外国語訳で固有名詞をちゃんと的確に英語で表現できるようにするというところを、これからまあ1ヶ月しっかり準備して本番に臨みたいと思います。二次試験初回ですけれども、あの先生の面談を受けてですね、非常に今日勉強になりましたので、このご恩を返す意味でも一発合格を目指して、これから頑張りたいと思います。本日はどうもありがとうございました。